どうも、エルザです。それでは、原神やっていきたいと思います。さて、今回は、勝利と野生のルリユリを探しに行くということで、探してみますかね。これでいいの？さあ、お前の歌を聴かせてくれ。オホン。なんだ？この花たち急に立ち上がって、しかも怒ってるぞ。いや、これ絶対見越してるな。よし。判決を下す。いや、やっぱ強いね。世界ランク高いと。おい、ポチャンとね。ルリユリじゃないぞ。ルリユリは殴ったりしない。想像を超えた敵だ。これはトリックフラワーという魔物だ。ん？この花弁面白い。トリックフラワーはルリユリと長い間一緒に埋まっていたせいで、今や最高の薬剤となっている。花弁をしまっておこう。本当か？じゃあこの花弁は操船儀式に使えるか？残念だが、できないな。あれ、カウン。ルリユリをお探しですか？あ、お前。名前が思い出せない。こんにちは。これじゃちょっとね。こんにちは、旅人。名前を覚えてくれたんですね。ところで、軍力格はどうでしたか？カウンが生き方を教えてくれなかったせいで苦労したんだぞ。え？私。教えていませんでしたか？道は他の人に聞いたんだ。あー、みんな知ってるから言わなかったとか？はい。しまった。忘れてた。忘れてたんだね。カン、なんか顔色が悪いぞ。それに最初に会った時とオーラも違う。あの時の厳しさがないというか。あの時は天柱園の使者で、今は花見をしてるだけですから。花見？なんで城内じゃなくここでするんだ？緑境内は帝君逝去の場所。あそこで花見をするのは寂しいものですから。ここ数日、緑境内で仕事するときは景色を見ないように窓を閉めてました。ごめん、この話はやめとこう。まだ気持ちの整理ができてないんです。2000年前、魔人戦争が終わった後、最初の七神はリーユエで杯を交わしました。しかし、そのうちの5人はすでに去っています。帝君の魂が皇帝へと帰り、俗世にいる最初の七神はモンドのバルバトス様だけとなりました。あ、そうなの？他の5人、稲妻のライデン将軍を含め、2000年前とは違います。今の俗世の七神生、最も若いスメールの宗神は
500歳です。元王帝君は6000年以上も生きてきました。3700年の歴史を持つリーユエは建立当初から帝君がいたゆえに神とのお別れを知らないのです。ではそのお別れについてどう思う？え、急に聞かれても。人として帝君のいないリーユエは今でも想像できません。仙人としていずれ受け入れなければならない事実だと思います。帝君の逝去は仙人とリーユエの契約の終わりを意味しますから。ん？今仙人って言ったか？私は人類とキリンの混血、半分は仙人です。魔人戦争の時も帝君やリーユエのために戦いました。ほう、まさか混血が。あ、だから角生えてんのか。戦争が終わった後、私は帝君と契約を結び、歴代七星の秘書として今日まで働いてきました。他の話をしましょう。そうだ、ルリユリですよね。野生のルリユリの場所を知ってます。ちょうど今持ってますので、よかったらどうぞ。ではいただくぞ。え、カーンも歌ったのか？ええ、伝統はちゃんと把握してます。歌ったのはリーユエの民謡でしたから、ご安心を。おはー、さすがカーン、ありがとう。こちらこそ。まさか帝君の操船儀式の力になれるなんて、この出会いに感謝です。そろそろ戻ります。うまくいくといいですね。これで操船儀式に必要な準備は大体終わったぞ。花の剣は他のものより比較的簡単だから最後に取っておいたんだ。勝利先生の性格は開拓者に向いてる。うん、勝利がリーユエで商売したらきっと起業の難しさも楽しいだろうな。そういう暮らしは過去にあったぞ。起業、開拓、何でも最初は難しいが、その分思いは込められる。しかし軌道に乗り時間が経つと、その感情は摩耗する。摩耗が多いと自分を見つめ直す必要が出てくる。でないと取り返しのつかないことになる。へえ、経験者は語るってやつだな。さて、用事は終わったし、そろそろリーユエ校に戻ろう。そう、野生のルリユリゲットだね。みんな頑張ってね。ミュージック。いやー、それにしても旬でライフが溶ける、ね、さてこれでメイン進むかな。ここだね。さて、またミッション外れたんでつけて入り口まで行きますか。いや、最初これ見た時感動したけど、慣れって怖いね。確かに広いんだけどちっちゃく見えてきだしたもんな。お、いるね。あれ、何があったんだ？戦艦軍がたくさんいるぞ。ファリュイも。ああ、お嬢堂の勝利先生か。戦艦軍が我々を監視してる。今は非常時だ。先生も軽率な行動を控えた方がいい。非常時？ああ、絶雲の間の仙人が動いた。何かするつもりだ。避難しに来たのか。おそらく七星のうち数名が迎えに行った。まあ迎えというか、仙人たちを止めるというか、双方とも強気に出てるから膠着状態なんだ。こうなるのも必然か。仙人たちが重要視するのは元神との契約だけだ。彼らが強引に攻めるならきっと止められないだろう。だがリーユエ七星が動かないわけがない。
彼らが強気に出たせいで人間と仙人の間にある矛盾点が一触即発の状態を作り出したんだよ。それでどうしてファデュイが非難の的に？全部あの行幸のせいだ。嵐が来ようとするときこそファデュイの動向を徹底的に把握しろってさ。チッ、今さら俺らの行動を制限するって。七星も大したことないな。とにかく勝利先生は孔子様の協力者だ。弱みを握られないように行動してほしい。どうやらリーユエコーの様々な矛盾が限界に達したみたいだな。何かできることは？特殊な中立的立場から仲裁したいのか、それともお前個人の武力で何かを変えたいという意味か。どちらにせよ簡単ではないだろうが。あ、そうだ勝利先生、王城堂も巻き込まれて今戦艦軍と対峙してると聞いたよ。まずい。私は王城堂に戻らせてもらう。フー同士がうまく対応しているといいんだが、トラブルはごめんだ旅人。一触即発の爆発を止めるより新艦はどこにあるかお前も考えてみるといい。ふう、ファデュイと仲良しになるとメリットもトラブルもつきものだな。それで勝利が言った新艦ってなんだろうな。勝利先生のお財布、まあ講師のことだね。なるほど、確かにこういうトラブルを楽しみにしてるやつといえばあいつしか思いつかないもんな。きっとみんなが忙しい時を狙って悪いことしてるぞ。でもどこに行けば会えると思う？こういうどこもかしこも混乱に陥っている時、彼はどこに行くんだ？ガンオテイ君の保管庫かな。さあ行くか。そっか、経験値ちょこちょこ溜まってきたね。さあ70。まあそれでも1400なんだよね。目的はどのあたり？えらく遠かったな。天照山か。こっから行った方が早いね。やっぱ保管されてる場所か。まあそのガンオンテイ君が神の心を持ってるとか、そういうことだよね。ファデュイの狙いは多分神の心だけだと思うから。まあでもこっち方面来るのはなんだかんだ初かもしれないね。いや向こうから行ったが早いか。こうそろそろ移動手段も新しいの欲しいね。ファストトラベルとはちょっと別でさ、高速移動系が欲しいところだね。さてさて、講師は何を企んでいたのかがこれで分かるといいんだけど。
さあ、着いた。相変わらずでけえな、建物。ちょ、さて、中に入るか。黄金屋。はあ、35でいけるのか。大丈夫そうだね。よし、じゃあ挑戦開始。わー、ここが黄金屋か。黄金屋だね。見た目も立派だけど中はもっと豪華だな。しかもあちこちモラだらけだ。確かにすごいね。ケイワットのモラが全部ここで作られてるなら、少しくらい失敬してもバレたりしないよな。そう簡単に盗めたら大問題になってる。罠だったのか。危なかった。助かったぜ。もらえなくても至近距離で眺めるのは大丈夫だよな。できれば中で眠りたいな。モラのお布団、いい夢が見れそうだ。まあ気持ちはわからなくないけどね。まずは戦争の花木柄を確認しよう。そうだ、大事な用があるんだった。にしても静かすぎないか。先祖の亡骸は大事なものだろ。警備とかいないのか。え、見ろ、なんだあれ。戦艦軍だ。嫌な予感がする。早く先祖の亡骸の状況を確認しよう。いや、すごいことになってるな。ガンオテ君、やっとちゃんと見れるっていうことか。ダメだ、気絶してる。てかモーラこんなでかかったんだね。手のひらぐらいあるけど。さて、誰が待っているのか。すごいな、綺麗に縦に建てられて。竜なのかな。あ、やっぱ竜か。案内人としての使命を果たしたのに、なぜ自ら家中に飛び込むんだい。誰だ。君たちがファデュイなら女皇から報酬をもらえるかもしれないが、残念ながら今の君たちはただの邪魔者だよ。どうしてここを知ってる。どこから話そうかな。遠回りは俺のスタイルじゃなかったんだけど、まさかリーウェイに着いた途端に元神が死んで、その亡骸まで隠されるなんてね。でも君たちの総選儀式のおかげで面倒事になる前に情報をつかめた。モラの製造を止めてまで先祖の亡骸を隠すだなんて、七星も本気だな。まさかお前も神の心を狙ってるのか。ファリュイの第11位の執行官として、俺は氷の女皇の意志に従う。女皇が欲するものは必ず手に入れる。誰かの許しはいらない。本気なら俺を止めてみろ。取引や駆け引きの時間は終わった。小細工を使うのは好きじゃないが、女皇のために俺は我慢したよ。ここからはもっと単純で楽しいことをしよう。戦いだ。戦い？まさか喧嘩が好きなのか。そうだね。宿女はモンドの大聖堂で神を襲い、そして足早に姿を消した。君と戦うよりも氷雪で君の行動を封じたのは、戦いの音で騎士たちが集まるのを忌避したからだ。強者に対して彼女は利益や勝ち負け、その後の影響を優先する。だが俺が執行官になった最大の楽しみは強者と戦える点にある。モンドの時みたいに
思い通りにはさせないぞ。ああ、やってみるといいさ、旅人。俺は君を殺さない。俺は戦闘の快楽を味わいたいだけなんだ。付き合ってくれ。君は俺に勝てない。だから勝ち負けではなく、俺と同じ戦いを楽しめばいい。そういえば理解できるかな。勝てない、それはどうかな。よし、君もその気なら俺を楽しませてくれよ。せっかくのチャンスだ、実力を見せてくれ。バリュイの執行官と戦えるなんて絶対にないぞ。せいぜい失望させないでくれ。らしくないね。おお、つい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 、元気出してよ。あ、意外とレベル61で上がってるじゃん。もっと早く逃げた方がいい。断罪の名において、黒き翼よ、昼夜を切り裂きなさい。どこに行く。さて、水なんだよね。実にいい力だ。やっ、正解遊戯。おーおー、そうくるか。みんな頑張ってね。元気だトン。トン、えトン。やっ、回復をね、していかないといけないけど。えっ、えっ、上がると強いね。水の矢、元気出してよ。おお、それ当たるんだ。力が出なくて。痛いから気をつけろ。それはそれでちょっと、あれ、避けようがないのはきついね。降りるわけに。どこに行く。落ちて。正解遊戯。火炎よ、燃やし尽くせ。属性さえやりすればな。実にいい力だ。結構その、ああ、そういう感じね。さ、どう？火炎よ、少しは成長したようだ。俺相手によくここまで持つな。へえ、これほどの実力、やば。道理で宿女が君を警戒するわけだ。俺も本気を出させてもらうよ。俺の本気は君にとって少し乱暴かもしれないけど、執行官の力を前に君がどこまでやれるか見せてくれ。うん、えいや、つかまえた。みんなの声が、マジか。聞こえないよ。やっ、火炎よ、燃やして。やるじゃないか。釣り潰すよ。ちょっと待った。蘇生はあと5秒をちょっと待つか。あー、つらい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 。回復させて、
そうだね、意外とっていうかめちゃくちゃ強いね。うん、捕まえた。これはどうだい？という感じね。おおお、みんなを守るからね。無駄だ。狂乱のごとく疾風怒涛、すりつぶすよ。やるじゃないか。元気だ。タイミング良すぎやろ。せい、どこを見てる。これで俺の番だ。なあ、捕まえた。会議だけじゃダメだよ。よし、その剣筋確かに面白い。だがここまでだ。君案外やるね。劣勢を利用して先祖の亡骸に近づいた。新兵みたいに慌てるな。こんなの戦場のベテランにとって朝飯前だ。ではモラクスの神の心は俺が。なるほど、予想外だ。まさか先客が君の方とはね。さあ、こうしたるたりや。マジか。だが代価を支払ってもらう。あっ、